本日も切り抜く動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの竹部です。本日は友部知秀人さんの思考停止という病という本の解説動画より、なぜ日本人の思考は停止するのかという部分をピックアップしてご紹介していきます。さて、著者はまず次のように言うんです。自分の頭で考えない人は何度も同じ間違いを繰り返す。なぜ自分の頭で考えることができないのか。それは端的に言えばバカだからである。バカでなく生きること、思考停止せずに生きることは自分次第で誰にでもできる。さてどうでしょうか。なかなか刺さる言葉ですよね。自分の頭で考えろというのはビジネスの現場に限らず、最近特に言われるようになりました。特に不安定で何が正解かわからない、この変化の激しい現代において自分の頭でしっかり考えるということが極めて重要になってきております。ですが多くの人は思考停止という病に陥っていると著者は指摘します。皆さんも自分に問いかけてみてください。あなたはしっかりと自分の頭で普段考えているでしょうか。普段自分の頭で思考しているでしょうか。このように言われちゃうとね、普段自分がいかに頭を使っていなかったか、思考していなかったということに気づき、愕然とする人も多いかもしれません。でもそれはあなただけではなくて、非常に多くの人が思考停止という病に陥ってしまっているんです。さて、このように言われても、普段頭を使ってこなかった人は、いきなり自分の頭で考えろと言われたって、どうしたらいいのかと途方に暮れてしまうでしょう。では私たちは、どうすれば自分の頭で思考できるようになるのでしょうか。今回の動画では自分の頭で考えるための技術を3つご紹介しています。具体的には次の3つです。自分の頭で考える技術、1、現状を抜け出し常識を疑う。2、ゴールを設定する。3、圧倒的な知識を習得する。さて、いかがでしょうか。これだけ言われてもピンとこない人が多いと思うので、ぜひこの動画の続きをご覧いただけると嬉しいです。そしてぜひこの変化の激しい不安定な時代を自分の頭で考えて生き抜くことができる人になってください。怖がらなくて大丈夫です。きっとあなたもコツさえつかめば自分の頭を使って思考することができるようになります。そのためのヒントを今回の動画からしっかりと掴んでいただければ嬉しく思います。では早速、自分の頭で考える技術について一緒に解き明かしていこうではありませんか。それでは切り抜き動画スタートです。さて、ここまで見てきた通りね、思考停止というのは日本人のほとんどの人が陥ることであります。自分で考えることをしてこなかったからこそ、これはある意味必然なんです。しかし強調してきたように、私たちはこれから言われたことをやっていては生き残れません。自分の頭で考えることがどうしても必要なんです。いやいや、そうは言っても、どうすれば自分の頭で考える人になれるんだよ、そういう声が聞こえてきます。ではお待ちかね、ここで自分の頭で考えるための技術として本書で紹介されているものをまとめておきましょうか。自分の頭で考える技術は3つ。1、現状を抜け出し常識を疑うこと。2、ゴールを設定すること。3、圧倒的な知識を習得すること。さて、この3つが一元で解説した思考停止をしてしまう理由の3つと反対になっていることがお分かりでしょうか。当たり前ですが、思考停止している理由があるんだから、それを解消する方法をやれば思考停止から抜け出せるわけです。思考停止しているのは洗脳されているから、ゴールがないから、知識が足りないから。じゃあ現状を抜け出して常識を疑う方法、ゴールを設定する、圧倒的な知識を習得すれば思考停止から抜け出せる、そういうわけでございます。ではそれぞれこの3つを順番に分かりやすく解説していきましょう。どれも大切なものばかりなので、しっかりと頭に入れていきましょう。それでは1つ目、現状を抜け出し常識を疑うに参ります。自分の頭で考える第一歩として、まずやらなければいけないことが、この現状を抜け出し常識を疑うということであります。そこから全てが始まるんです。現状を肯定することは過去の世界で生きることです。現状を疑うことが大切です。つまりあなたが常識だと思っていることを疑うわけなんですよ。覚えておいてほしいのは、この世にアプリよりなものはないということ。
アプリオリとは唯一絶対的な普遍の真理のことです。それがないと言っているんです。これは釈迦が約2500年前に言ったことです。つまり当たり前なことも正しいことや常識も間違っている可能性があるということ、この当たり前正解と思っていることを本当に正しいのだろうか、別の方法はないだろうか、この通説や論理は何を前提に一体正しいと言っているんだろうと疑うことから、私たちの思考は動き始めるんです。思考停止の人のほとんどが現状維持でいいと決めてかかっていることから生まれています。常識に洗脳され前へ習えと事なかれ主義に染まっている日本人が考えないようになってしまうのは当然のことかもしれません。世の中のノーマルだと思うものを全て疑ってください。普通、常識、当たり前、定説と言われることであります。常識だと思っていることはなんとなくみんながね思い込んでいるだけで、この考え方がノーマルだということはないんです。当然あなたが従うべきことでもないんです。正しいということについても同じです。何が正しいかは相対的なものでしかないということはわかるでしょう。例えばISIS が間違ったことを言っているとか、西洋の論理が間違っているとか、右翼は間違っている、左翼は間違っているなんて言っても、それぞれの視点から見ると私たちこそが正義なんです。どちらの側にも彼らなりの論理があります。こういった二元論的に考えると、正義は全く別のベクトルを示します。ロシアとアメリカの正しさは違うんです。それはもちろん個々人でも同じことが言えます。ただし何が正しいかという価値に関してはなんとなく疑いを持っている人もいるでしょう。相対的なもんだし確かに正しさなんてないよなといった感じで、しかし何がノーマルかどうかに対しては意外と問題意識を持つことなく疑うことをしないんです。ほとんどの人がノーマルこそがいい、ノーマルだからいいと思ってます。ここで胸に刻んでおいてください。ノーマルというのは最悪なワードです。普通のサラリーマンになること、通勤時間1時間ほどの郊外にテレビのコマーシャルに出てくるような庭付き一軒家を建てて車1台犬1匹みたいな生活がノーマルだと思われてます。また日本のサラリーマンは車は白色がいいという人が多いそうです。それもノーマルだから。ある知り合いがベンツに乗っていたら、サラリーマンのくせにベンツに乗りやがって、そう言われたそうです。意味がわかりませんが、ベンツは社長か上流階級しかダメみたいなイメージがあるのかもしれません。これはあくまで一つの例に過ぎませんが、ほとんどの日本人がこういったものがノーマルであるという認識を持っており、それを疑いません。それではダメなんです。ノーマルというのは他人から押し付けられた居心地のいい場所、すなわちコンフォートゾーンです。権力者や周りは周囲と同じであることを求めます。自分のゾーンを崩されると不快になるため、同調することを無意識的に求めてくるんです。他人はあなたが常識の中にいてくれると安心するんです。成功しないこともお金がないことも変化しないことも他人から植え付けられたコンフォートゾーンなんです。特に日本ではその傾向が強くなります。よってノーマル、常識、普通であることが求められます。社会的には都合が良くても個人レベルで見ればこれは奴隷に過ぎません。ノーマルこそが最悪だと考えないと、いつまでたっても洗脳されたままになってしまいます。ですから自分の頭で考えるとき、ノーマルを徹底的に疑うということが大切なんです。それは与えられた価値基準を疑うということ、相手のコンフォートゾーンで生きていないかを疑うこと、もしあなたがノーマルを逸脱していない生き方をするならそこから抜け出しましょう。本当の自分のゴールを見つければ自然と新しいコンフォートゾーンが生まれ、現状から抜け出そうとするはずです。それが自由ということなんです。唯一ノーマルと認めていいものがあるとすれば、それは自分自身の認識です。私こそがノーマル、自分が居心地いいからノーマル、これが唯一いいノーマルでございます。つまり自分で考え自分の価値観で生きる選択こそがノーマルであるという考え方であります。逆に言うと、他の人にノーマルじゃないと言われることが褒め言葉だと思わないといけません。 Not normal はいつの時代も成功するための必須条件でございます。エジソンだって近所の人からすれば普通ではない変人だったはずです。
ノーベル賞を受賞した科学者も数学者も仮説が証明できるかどうかもわからない研究に没頭していた変人だったはずです。芸術家やミュージシャンも偉大な経営者であってもきっとノットノーマルなんです。本来ゴールというのは至極個人的なものです。他人の評価で生きない、他人の価値観で生きないということは今の世の中普通ではないことになってしまいました。ほとんどの日本人は他人の目標、世間体、評価を気にして生きています。本音ややりたいことを押し殺し、普通であるべきだと思って生きています。それが間違いなんです。現状から抜け出すためにも普通を憎み、ノットノーマルに生きていきましょう。そのためにどうすればいいのかといえば、例えば次のようなことが考えられます。普通か他人がどう思うかは気にせずに判断したり選択したりする、または自分が興味を持ったことに本気で取り組む、または自分に正直になってやりたいことだけをやる、やりたくないことにノーと言う。これだけでいいんです。これだけでノットノーマルな生き方ができるんです。他人の価値観で生きるのをやめることが自分の頭で考える第一歩になるんです。私こそがノーマルである、そんな存在を目指してみてください。それでは2つ目の方法、ゴールを設定するについて解説します。さて次はゴールについて解説していきましょう。一言でも言ったんですが、私たちは思考停止してしまう理由はゴールがないから。逆に言うならば、ゴールを設定することができれば思考停止の病から抜け出せるということであります。まず自分が本当に成し遂げたいゴールを設定するとコンフォートゾーンがずれます。コンフォートゾーンとは快適で居心地のいい空間のことです。空間というと部屋とか場所とかをイメージするかもしれませんが、情報的な状態も含まれます。例えばですよ、年収200万であることが心地いい人もいれば、年収1億円が心地いい人もいますよね。年収200万円で心地いい人なんていないだろうと、バカ野郎と思うかもしれませんが、それは無意識的に設定されているんです。よく言う例ですが、年収のコンフォートゾーンが低い人が宝くじが当たって大金持ちになっても、脳がコンフォートゾーンを維持しようとしてしっかりとお金がなくなるように無意識が働きます。逆に大金持ちのコンフォートゾーンを持っている人はビジネスに失敗したり破産したりしてもまた成功してお金持ちになったりするんです。コンフォートゾーンを維持しようとするとホメオスタシスが働くからであります。ですから年収や給料を能力評価として捉えている人がいますが、それは逆で、コーチングの視点から見ると年収や給料は本人がコンフォートゾーンとして設定している額に大体なってしまうんです。さてこのようにゴールを設定することであなたのコンフォートゾーンがずれます。全く夢や目標がなかった状態から大きな夢を持ったわけです。この時のゴールは今の自分では絶対に達成できないゴールでなければなりません。ゴールを設定すると今の自分がコンフォートゾーンの中にいなくなり、もっと高いところにコンフォートゾーンができ、自分が変わるというイメージであります。だから昨日までのように生活し思考したりする日常が居心地の悪い状態になります。例えば今まで年収200万円がコンフォートゾーンだった人が年収1000万円というゴールを設定すると、昨日までの年収200万円の自分の生活や思考が居心地悪いという状態になるといったイメージです。故に新しいコンフォートゾーンに移るためにやるべき行動や考え方が見えてくるようになります。コンフォートゾーンがずれるということは盲点がずれるということであります。これまで自分が重要だと思っていたこと、価値観が重要ではなくなり、これまで重要だと思っていなかったことがあなたにとって重要になるので、昨日とは全く違った世界が目に飛び込んでくるようになるんです。いやーね、ちょっとなかなか噛み砕いてるんですが難しくなってきましたね。でも重要なことなのでぜひ理解してほしいと思います。ではここからなぜゴール設定が重要なのかもう少し詳しく見ていきましょう。先ほど脳は重要なものしか見えないと言いましたが、それは実はラスという脳の機能によるものなんです。例えばですよ、あなたがハワイ旅行に行こうと決めたと。そしたらば急にこれまであることすら知らなかった旅行会社が目に留まり、パンフレットに手を伸ばしたりするでしょう。また電車の中ずりや雑誌の表紙のハワイの文字が飛び込んでくるようになります。これはラスによる重要な情報を収集するという作用であります。
自分にゴールがなかったり、どんなことにも興味を持てなかったりすると情報は集まってきません。自分にとって重要でないため知識の蓄積ができないんです。それどころかラスが働かないため自分にとって重要ではない情報をどんどん受け入れることになります。飲み屋で聞かされる上司の愚痴、ダメな先輩からのアドバイスなどもなんとなく鵜呑みにしたりしてしまいます。自分が本当に成し遂げたいこと、やりたいことをなんとなくでもいいので、この動画を聞き終えた後に自分なりのゴールを考えてみてほしいんです。その時のポイントは、現在の自分のままでは達成できないゴールであるということでございます。現状の延長線上にゴールを設定してしまうとコンフォートゾーンが変わりません。ですからこれから持つゴールは現状の外に設定することが必要です。そうするとそちら側にコンフォートゾーンが移行し、現在の状態が気持ち悪くなり、そちら側へと向かう圧力が生じるんです。そうすればラスの働きにより自分にとって重要な情報が見えるようになり、知識の習得が容易になったり、思考停止の罠から抜け出すことができるんです。すいません、難しいな。ごちゃごちゃと言いましたが、思考停止という病から抜け出すためにはゴールを設定しなければいけないんだ。このことを覚えておいてほしいと思います。この動画を見たら今ゴールがない人は少しゴールについて考えてみてはいかがでしょうか。それでは思考停止を抜け出す方法3つ目、圧倒的な知識を習得するに参りましょうか。さてゴールの設定ができたら、次は知識量を増やすことを考えてほしいんです。知識を得ることが自分の頭で考える重要な要素になるからです。自分の頭で考えるためには圧倒的な知識量がいるんです。クリエイティビティのあるなしはもちろんありますよ。例えばクリエイティビティが必要になるのが数学者です。誰も解けなかった問いの答えを証明する、新しい仮説を生み出すというのが仕事です。そういう職業の人はクリエイティビティが必要かもしれませんが、ビジネスマンであればほとんどの人は関係ありません。仕事で次にどのような戦略がいいか、来年の目標は何がいいか、予算をどうするか、人材どうするか、それらを決めるのにクリエイティビティなんていりません。そのために必要なのは過去の最適化だけだからであります。知識があれば自動的に答えは決まります。そこで答えが出なかったり迷ったりするのは単に知識や情報が足りないから答えを決められないだけなんです。考え続けるために必要なことは常に知識を手に入れ続けること、そして手に入れた知識を常に評価することであります。思考停止するのは知識がないことが原因です。本気で自分の頭で考える脳を手に入れたいと思うなら、知識量を増やすことを考えましょう。簡単に言えば勉強するということです。これを言うとマジかよと、やっぱり簡単に自分の頭で考えられるようにはならないかと、そう思ってしまうかもしれません。確かに勉強というとつまらなく聞こえるかもしれませんが、それはこれまでの学校教育のせいなんです。学校での勉強はほとんどの人がつまらないもの、大変なものと感じながら取り組んでいたと思います。しかし今回の勉強はそうじゃないんです。あなたはすでにゴールを設定しているわけですから、勉強したいことだけをすれば良いんです。本当に興味があってゴールにつながっていることであれば、その知識を手に入れることは何より楽しいはずです。一つ一つの情報に対して学んでいくことはこれほどない喜びに変わるんです。そして筆者は知識を手に入れる一番いい方法が本を読むことだと断言しています。ぜひ思考停止しないためにも読書などによって常に知識を習得し続ける習慣を持っておきたいものですね。それでは2限の内容をまとめます。自分の頭で考える技術は3つ。1、現状を抜け出し常識を疑うこと。2、ゴールを設定すること。3、圧倒的な知識を習得すること。本日は以上になります。ではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。